ハヌ・シュビハム1920年5月1日、チェコスロバキア共和国プラハシは、チェコのチェリスト。19世紀のボヘミアで、最高のチェリストとみなされている。アントニン・ドボルザークと縁が深く、森の静けさ作品64や、ロンドト単調作品94に加えて、かの、チェロ競争曲ロ単調作品104までもが、ドボルザークから検定された。 ボヘミア市住相談を結成して、チェロを担当し、40年間にわたる世界的な名声を不動のものにした。1881年、まだ13歳の頃から、1887年まで、プラハ音楽院にて、フランチシェカヘイゲンバルトに指示し、ペテルブルク音楽院に留学して、カルルダビドフの訓導を受ける。18歳の若さで、 ザルツブルクモーツァルテウム音楽アカデミーの教員に就任した。サルロシア人を講演者とする施設オーケストラの団員となってニースやルガノを訪れた後、同胞カレル・ハリーシュがコンサートマスターを務めるベンヤミン・ビルゼのベルリン管弦楽団に1年間在籍した。後に、シュバルゼンブルク校のゾンダースハウゼン、宮廷管弦楽団に入団し、同地でフランツリストと進行を結んだ。 その後は、主席ホルン奏者、フランツ・シュトラウスで知られる、ミュンヘン宮廷管弦楽団に移籍した。ミュンヘンには8年間在住し、ハンス・フォン・ビューローや、リハルト・ワーグナーのサークルにも加わった。ワーグナーには、バイロイト音楽祭で演奏家として採用されており、フランツ・シュトラウスの息子、リハルト・シュトラウスからは、弦楽史重奏曲委長を作品にと、チェロ・ソナタへ、 蝶々作品8を検定されている。リヒャルトシュトラウスのチェロと還元楽のためのロマンスもビハーンのために作曲され、ビハーンが1884年2月15日にバーデンバーデンで初演を行ってはいるものの、ビハーンには検定されなかった。この頃までにビハーンはドレスデン出身のピアニスト、ドーラ・バイスと結婚しているが、 ドーラ夫人が5歳年下のリヒャルト・シュトラウスと恋に落ちたのである。二人に肉体関係があったのか、あるいはその手前だったのかは確証がないが、ビハーンは非常に嫉妬深い性格であり、結婚生活は破綻に向かった。その後はプラハの母校に戻っている。1888年に恩師平原バルトの公認として、チェロのビルト・オーゾや教師として、 成功を重ね、ソリストや室内楽奏者としては、1894年に、特に、ロシアで演奏旅行を行った。ピョートル・チャイコフスキーは1888年に、プラハでビハーンの演奏会を聴いており、ビハーンがロシアで演奏会の手はずを整えることができるように助力を申し出ている。またチャイコフスキーは、カルル・ダビドフにも助言をこい、両者の間で、 定期的に往復書館が取り交わされた。ボヘミア死重相談の団員。左から順に、カレル・ホフマン、ハヌシュ・ビハーン、オスカル・ネドバル、ヨセフスク。1891年に、ビハーンはボヘミア死重相談を結成した。カレル・ホフマンとヨセフスクがバイオリンを、オスカル・ネドバルがビオラを担当した。ミナ・アントニン・ベネビッツの門人だった。チェロは、 ビハーン門下のオタカルベルゲルが担当した。はじめビハーンは演奏せず、自分の思想を団員に吹き込み、自分は演奏会のマネージメントを受け持った。1892年には団体名をチェコ弦楽四重相談に改めている。1893年にオタカルベルゲルが病気に倒れると空席を自分が埋め、1897年にベルゲルが帰らぬ人になると、 中心チェロ奏者を務め上げた。ボヘミア詩重相談は、ヨーロッパの多くの国々を訪れ、同学団といえば、ベドルジハスメタナの、弦楽詩重奏曲第1番、我が生涯よりを強く連想させるようになった。セルゲータネーフはボヘミア詩重相談に、とりわけ感銘を受け、様々な機会で共演するとともに、自作の、弦楽詩重奏曲第4番をボヘミア詩重相談に、 検定している。1892年に、ビファーンは、アントニン・ドボルザークやフェルディナント・ラハナーと5ヶ月間の演奏旅行で、チェコの町々を回り、その間に、ドボルジャークが、ロンドと単調を書き上げると、ビファーンはこれを、フルジムで初演した。また三重奏団としては、ドボルジャークの、ピアノ三重奏曲、ドゥムキーも初演している。チェコ弦楽四重奏団の一員として、 演奏しだしてから数年たち、生涯の後半になると、ソリストや室内楽奏者としての活動は減って、もっぱら始重相談と活動するようになった。ライオネル・ターティスは1906年に、チェコ弦楽四重相談と共演した際、リハーサルの合間に、ビハーンに、床の上によだれを垂らす癖があるのに気づいている。ビハーンは1914年に引退し、公認チェリストは、 ラディスラフ・ゼレンカが選ばれた。だが、チェコ弦楽始終相談員は、報酬の20%を、没年までビハーンに支払い続けた。1919年に、プラハ音楽院が解雇されると、ビハーンは、室内楽とチェロの教授に任命され、翌年のビハーンの死までその地位は保持された。ビハーンはドボルジャークに、チェロ競奏曲を作曲してくれるように頼んでいたが、 決まってドボルジャークはチェロはオーケストラに埋没してしまうから競争曲はチェロの強みを発揮させるには最上の手段ではないと応じていた。ところがドボルジャークは1894年から1895年にかけてニューヨークでビハーンの演奏を念頭に置いてチェロ競争曲の単調を書き上げた。ビハーンは改善のために様々な指示を出し、 ドボルジャークはそのいくつかを受け入れた。しかしながら、修学賞の家電さに対するビハーンの指示をドボルジャークは受け入れようとはしなかった。修学賞を思い甘いに付した騎士への手向けにするとの発想とビハーンの指示とが相入れないものだったのである。1896年3月19日にロンドンで世界初演とする予定の日付も、 ビハーンのチェコ死重相談との契約上の義務と勝ち合った。議論をめぐって二人が一種の絶縁状態に陥ったとする噂話は真実ではない。ビハーンは競争曲の単調をデンハーグではミレム・メンゲルベルクの指揮によって演奏しており、他にもアムステルダムやブダペストにおいても演奏している。また、同年のドボルジャークの弦楽死重奏曲と 長々作品106の初演にも参加しているのである。なお、ビハーンの指示によって改訂される前の諸行譜は、ずっと音楽的であると評されていて、時々演奏されることがある。主要な門人に、アルトゥル・クラーサや、ヤングリアン、ユリウス・ユネク、ルドルフ・パブラタ、マクシミリアン・シュクホル、ベドジフ・フバスカラがいる。1985年には、プラハ・アカデミーの会員によって、ビハーンの 以降を忍んで、ビファーン死従相談が結成された。ありがとうございます。